オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、宮本真由です。お話をいただいた時はボイス1シーズン1も見ていて、すごいファンで大好きな作品だったので、この作品に携われることが嬉しいっていう気持ちと、あとはすごい緊張があったんですけど、でも今はすごい優しいキャストの皆さんとスタッフの皆さんと楽しく撮影しております。はい、私の席です。こういうイヤモニをつけて、いつも指示を出させていただいたり、指示を聞いたり、110番を聞いたりしています。さきは警察学校を首席で卒業した優秀なエリートな女性なんですけれども、一見ちょっと冷徹そうに見えて、本当は室員のみんなのこと、光さんのことを誰よりも考えていて、熱い女性だなと思って私は演じています。室長の光さんの横で右腕となるべく、奮闘して警察官としての思いと、光さんのこの能力に対する思いと、いろんなものに葛藤しながら、こう犯人を捕まえるために頑張っているので、その辺を注目していただけたら嬉しいです。毎回ドキドキハラハラするタイムリミットサスペンスの内容になっていて、自分自身もドキドキしながら撮影しているので、きっとこの夏、暑い夏に、皆さんに涼しくなるような作品をお届けできると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。このドラマのことでもいいですか？おととい、すごい私的には人生初ぐらいの長いセリフがあって、それを言うときはすっごいハラハラしました。これで言えなくて噛んでめっちゃ押しちゃったらどうしようと思って、すっごいハラハラしながらやってました。1ヶ月前ぐらいに多分台本いただいて、そこからずっと練習してたんですけど、こう緊張しちゃって言えなくなったらどうしようと思ったんですけど、言えて、今もうすごく解放しちゃいけないんですけど、まだ少し解放されました。あれ、一発 OK でしたね。はい、一発 OK だったです。はい、ドラマボイス2は毎週土曜日10時から放送です。1分1秒を争うタイムリミットサスペンス、皆さんドキドキしながら見てください。以上、宮本真由でした。